936ってことは360馬力ってことですか、大ちゃん。そう。なんかおすすめの機能とかありますか、大輔さん。なんかすごいよこの機能みたいな。でも聞いたことないですよ。決まっちゃってんじゃん、だって大体は。はいはいはい。あるかな今度。あとで見るけどテッターとか、さあ散らかせ、ああいうのぐらいかな。なるほどね。そうだよね。いろんな新しいトラクターあるから、やっぱそっちの方でいろいろ作業するよね。だんだん機械がでかくなってきちゃったから。これで何馬力なのこれ。180。18だから、そうか、そういうことなんだね。20年前に180馬力入れますか、マーク。すごいよね。ちょっとね、そうだね、規模がね、すごいっすよ。もうポンポンいっちゃってますよ、大ちゃん。はい。まあこいつではないと、まだまだなるほど、こいつはそこまで映すのではないよという感じですけど。まあまあまあ、そうですよ、マー君さん。はいはい。フェントの、はい、あれ936ってことは360馬力ってことですか、大ちゃん。そうもうなんかさらっと出ちゃいますよ。そうですね、さらっと360馬力出ちゃいましたもん。いや、すごいね。すごいわ、これは。これはこれまだ今はなんだろう、メインじゃないから。メインじゃない、360の、はいはい、飾りだよ、このフェントが。これは飾りだ。盛りすぎる。もうこちらで、あのあれじゃない、165みたいな感じ。そうかもしれない。このスカベン引っ張ったりさ。スカベン、スカベンって何入れるんですか、これ。これライムケーキ巻いたり。ああ、はい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 。これ西川ミディオ組合の。あ、そうなんですね。はい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 。なるほどね。これ18リューベ。ほう、18リューベ。だから10トン車だいたい1回巻くのに2台ぐらい入るから。うわ、すごい。10トン車2台分か。すごい、10トン車2台なんて。2台から1台半ぐらい。あ、はい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 。そうか、でかいね。全てがでかい。そうだね、トラクターもでかいけど作業機もでかいですよ。いやー、すごいですね。ちょっと後ろ見てみます。はい、はい、これは何年ぐらい。これは8年ぐらいだ。8年、あ、新しいですよ、全然、ね、8年って。で、8、いや、はい、すごいね、うん、本当に。そう、これでキックベールとか引っ張ったの。ああ、したらよく走ってますね。そうそうそう、はいはいはい、畑起こしとか。ああ、はいはい、そうそう。なるほどね。ちょっとせっかく、これはもうしっかり取らせてもらおう。そうですね、これはもう、はい、本当にね。深掘りしましょう。やっぱトラクター好きな人多いんだね。いや、そりゃそうだよ。大ちゃんつらっとこれあれだからなんて言ってるけど、なかなかこんなの持ってさ、見る機会ないから、うん、貴重ですよ。フェンダーがもうこれ、はい、物語っている。あ、本当だね。フェンダーがおデブちゃんだ。おデブちゃんすごいこれ。確かにね、でもこれすごいよ、うん、だから一応ね、油圧系統も、はいはい、1,2,3,4,5で6,7 あれですね、流しっぱなし、はいはい、そっちの、はい、そう、7系統、7系統、そうだ、油圧、ああ、空気と油圧の両方のブレーキついてる、ね、空気、すごい、そう、エアーブレーキ、機械によってエアーブレーキ使うやつもあるから、はい、油圧ブレーキもあるから、はい、両方これがついてる、はいはい、これもともとついてるんですか。お、これはね、言わないと、はい、あ、ですよね、オプションに近いんだよ ね、油圧も全部、はい、系統層も全部選べるから。あ、はい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 、そうだよね、そこまでいらない人は別にそんなつけなくていいけど、そう、うん、なんせほら電磁弁が高いから、その電磁弁でね、うん、数決まって値段も変わってくる。あ、なるほどね。でもやっぱそれぐらいないと、その、いや、うちら作業がね、はい、分かんないから、うん、あれだけど、やっぱりそんだけやっぱあった方がいいっていうかね。そういうことなんだね。そう、ビッグミラーつけるときはこれ全部使うから。ビッグミラーってそんなに、そんなに使うの。すごいね。何がどう使うんだろうね。うん、ただごめんね。ただ巻いて、いや、そう、いや、分かる。巻いて開ければ出るのかなっていう勝手なイメージ。ね、なんか PT を回してできたら開けるよ、うん、ね。つけとるんじゃないかな、ね、ね、すごいね。そっか。使うね。じゃないと動けなかったね。そうだね。そうなんだ。やっぱりプロパンガスついてますよ、タイヤの。プロパンガスついてますよ、これ、はい、
三角、はい、使用圧 0.84 度とか書いてますよ、はい、やっぱりついてんですね、うん、この木このクラスのバスガスボンベついてますよ。そうですね、このクラスはやっぱりついてこのフェントかメムロガスかぐらいのものですね。そうですね、このボンベ感はね本当に大変こんなんないよね、はい、へっちゃんちで見たぐらいよ。そうですね、フェントのでかいのはプロパンのやつです。好きがち好きがち、はい、それを学んだよね、はい、フェントあるある、はい、いやすごいすごい、ちょっと中見たいですね。あ、そうですね、中見させてもらいたいね。中はい、はい、はい、あ、だいぶ乗り慣れてきたんじゃないですか、新宿。ああ、慣れてきました。本当に嫌いになってます。そうですね、やっぱりこのね、はい、ジョイスティックね、ジョイスティック、いや、うちは1台もないからさ、はい、僕の感覚でこうね、うんうんうん、あ、してこれがあれだ、これは草刈るモアコンの、あーあー、なるほど、作業機の方のね、のコントローラー、あー、もうそのままつけてね、あー、なるほど、マー君やっぱり見てください、はいはい、あの、タコメーターついてますね。やっぱりついてるんですね。フェントというのはタコメーターですから、はい、数学のとこでもね、そうですね、はい、学んでますからね、学んでますからね、はい、で、本当は何だったわけ、本当はこれ何なんだ、これ、このタコメーターみたいの、いや、これ本当にあれだよ、作業時間とか出る、あー、やっぱタコメーターなんだ、いいんだ、いいんだ、うんうん、そうか、そうか、でも英語で出るからね、わからんな、みたいな。だから本当のタコメーター後ろにあって、あ、おお、そう、本当のタコメーターもあるんだ、あの丸いやつ、いつものみんな、はいはいはい、使う、そう、これついてなきゃダメなんですか、いや、これはもともとあれ、うんと事業で入ってて、はい、だからつけたら何時間動いたってすぐ分かるから、あー、なるほどね、そうか、そのためにね、うん、そっか、申請とかするのにですか、報告するのに、じゃなくてほら、うん、他の組合もあるから、組合でやったりしてるから、はいはい、どこの畑何時間動いたとか、ああなるほど、確かにその方がちゃんとあれだよね、そっかそっか、分かるよね、なるほど、でもやっぱ分かるね、全然違うわ、俺のトラクターこのレバーとか、あー、やっぱそうだね、この辺とか、まあ、上げ下げって見ればなんとなく分かるけど、うん、全然もうなんかここら辺で全部が、ああそうだね、スイッチ固まってる、ね、固まってるよね、うん、だからこういってなんか PT をこの辺でとか、なんかうちのファーガーはね、うん、でここで上げ下げして、いいね、そう考えたら、もうここら辺で全部終わっちゃうし、うん、タッチパネルもあるから多分こう来てここでなんか設定してとかいう感じなんじゃない、そうだよね、主要な部分はそこら辺に全部ありそうだね、うん、本当だわ、うん、で油圧も色全部手元に何持ってくるって全部移動できるから、はあ、設定できんだ、これで、そう、あのタッチパネルで、そこに油圧2個ジョイスティックついてるでしょ、はいはい、緑がいいんなら緑にできるし、そこは左が赤がいいとか黄色がいいとか青がいいって全部移動できるように、あ、そうなんですか、そう、すごくないですか、そう、繋いだ後でも選べるんですか、そう、選べる、いや、すごい、これは新宿聞いたことないですよ、 この機能は本当だ、初耳、へえ、まず、あ、この自分のねやりやすいようにもうで、うんうん、適当に刺しても変えれるっていう。だから全部その油圧のボタンは全部移動できるから。すごいわ。ね、うちさ抜いてあれしてなんで、うん。そうそうそう。あ、そういうもんなんだね。上下入れ替えてみたいな。そうそう、なんでいや反対じゃんみたいなさ。そう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 。いつも違う、間違って反対、上下入れ、あれ、そうそうそう、さあ入れ替えたんだなと思って、うん。ああ、すごいね。これはいいトラクターっていうのは言いようがないですね、うん、本当にね、この辺のモニターは何なの、バックモニターとか、これはもともとビッグベーラーの、うん、に後ろの出てくる時、お、はいはい、見るためのカメラ、おだからあの紐で縛ってるから、うん、全部縛ってあるか見るのに、あ、カメラ、なるほど、そうか、それじゃなかったらボローンと、あの、そう、やっぱ圧力によって締めすぎたら紐切れちゃったり、はいはいはい、緩すぎたら、うん、全然ダメだったりするから、それをうまく調整して見ながら、あ、うん、そう、カメラあったらね、それで確認できるからね、間違いなく、うん、そうだね、すごいね、いやー、まあ、すごいですけど見ないですね。あんまりなんか、なんかおすすめの機能とかありますか、大輔さん。なんかすごいよこの機能みたいな。
やっぱり、はい、前後進がね、後ろのボタンを押して内側に倒すだけで変速パンと後ろに切り替わるのが楽。どこですか？これですか？これでもね、まあ、それ、はい、これに後ろにボタンがこれあって、はい、押して内側に倒すと、はい、前に進んでたら後ろに切り替わってすぐバックできるよ。はあ、ちょっとあんまりうちらついてないかわかんないですね。そうですね、どういう感じなのか。そしてこれが感度なんだよね。はあ、なんかガバーンって生えてきましてふわーっと。そう、ああなるほど。そう、4が一番きつくて、はいはい、下が緩いと。はあ、そんな設定もあるんですね。そんな微調整はいいですね。感度を上げれるってすごくないですか。感度を上げれるってね、はい、聞いたことないですよ。決まっちゃってんじゃん、だって大体は、はいはいはい、やっぱりさ、会社はさ、なんかホワっていくし、国産はなんかガクって入るよねぐらいなもんでさ、うんうん、それもお好みでって感じで、ね、普通感度って鈍くなってくもんじゃないですか。感度って鈍くなって人間で言うとそれはあの、おしもの話おしもですね。おしもネタですね、それは。おしもです。はい、すみません、おしもでしたね。おしもですね、はい、あの、うまく編集していただいてね。そうですね。はい、じゃあ次いきますか。ありがとうございます。はい、こんばんは。めちゃくちゃいいですよ、これ。あったかいし、これいいですね。いいですよ、うん、ついに私も買っちゃいました。ぜひ、フィーチャーでご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております。はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、ありがとうございます。はい。